おはようございます。速稼塾ニュースです。今日はお知らせすることを2つですね。1つ目はですね、今回山梨、そして東京、静岡と3県行かせていただきましたけども、このオフ会でですね、出会った皆様に、オフ会に同じく参加してくださった私のね、母からこうやって感謝状が届いておりますので、感謝状の方ね、読まさせていただきます。この間は皆様にお会いできて本当に嬉しく楽しいひとときでした。未熟な息子ですが、少しでも皆様のお力になれたら親としても嬉しく思います。これからも良い付き合いをよろしくお願いします。寒くなってまいりますので、お体大切になされませ、まずはお礼までということでいただいております。母はですね、 LINE をやってませんし、地区の LINE グループとかにもね、当然入れませんので、こういったお手紙でですね、皆様に感謝を申し上げたいということで、昨日ことづかってまいりました。本当にね、皆さんありがとうございます。これもね、一つの親孝行なのかなという気がしますし、本当にね、今回の旅は楽しかった楽しかったと100回ぐらい母も言ってましたね。これも皆様のおかげです。本当に私も素晴らしい方に囲まれて、速稼塾、私もね、もうなんていう、速稼塾から恩恵を受けていると、皆さんから恩恵を受けているということで、改めて責任の持てる発信をさせていただこうと思います。それではこれからもよろしくお願いします。で、お知らせの2つ目ですけども、FX のゾーンのコンテンツといいますかね、ゾーンをまとめた解説のコンテンツについて、まあ、プレゼントしますよみたいな、ありますよみたいなことをちゃろっと言ったらね、ものすごく反響いただきまして、1日でですね、20数名の方から、ぜひね、それをいただきたいということでご連絡いただきました。ちょっと先走ったところがあってすみませんけども、これね、最終的なまとめを中丸トレーダーにしていただいてますので、提供は来週からになります。で、来週からになって、ちょっと経費がかかってる部分もあるんで、まあ、どうしようかなというところですけども、有料になる可能性もあるんですよ。ただ、なるべく、負担のないようにですね、皆様にもお分けして、利益を出していただきたいなと思いますので、もうちょっとね、交渉する時間をいただけたらと思います。この二つですよね。そして、昨日から引き続き、ここからは、速稼塾ニュース、マインドセットの放送になりますけども、思ってみたっていうね、思っちゃいるんだけどな、でもやってないなってことがやっぱり多いと思うんですよ、我々の人生ね。で、気がついたらもう臨終のところについているということにもなりかねませんので、スティーブ・ジョブズさんもね、言われてましたけども、最後の時、人生最後の時に気づいてきた富とか、豊かさとかね、それは幻想だと、そんなのではないと、最後に私が持っていけるのは財産でも資産でももう何でもなくって、単なるね、思い出だけだというんですよね。何のために生きてきたかとかね、どんなことをやってきたかっていう思い出だけと、どんな人とつながってきたかと、何をその愛する人にできたかっていう思い出だけなんですよね。だから富を求めるのをほどほどにして、心のね、方にもっともっと意識を傾けて、で、健康ってものに、もっとね、我々は一生懸命ね、いろんなものを尽くしていかなければならないのかなと思います。健康っていうのは人間関係の健康とかね、精神的な健康ってのも込みですからね。体が元気で、生き生きとしてるっていうのも健康なんですけども、精神的な元気さとかね、人間関係がすごく潤沢であるとかね、少ない、人間関係でも、濃く付き合っていけてるということだと思います。まあ、その一つが私はね、こういった身内との関係だったり、それから皆さんね、速稼塾の放送を見ていただいている方との関係だと思います。本当に今回ね、お土産もたくさんいただいたんですけども、旅に出るたんびにまた旅に 出たくなるなと、早速大分の方からもね、お誘いをいただいたりとかしてますので、こちらの方も考えないとなというところでございます。まあ、大分といえば、まあ、温泉街ですからね、こちらの方も非常に楽しみにしております。私のことをね、お招きしたいという方が、そういえば東京もありましたね。東京も2月ぐらいにどうですかっていうお話がありまして、それから合宿をできませんかとか、で、来年は海外の方とかね、で、沖縄の方にも行ってみたいですと、ぜひ連れてってくださいと、昨日訪問された方はね、沖縄ツアーをなんとか、みたいな感じで言われてました。というのが、一人ではなかなかきっかけがつかめないけども、そういう速稼塾みたいなところで、一緒に行けるんだったら、修学旅行みたいな感覚で行きたいみたいなね。思ってくださってるんで、そうなんですよ。だから、まだやってないなとか、いつかやろうかなっていうふうに思ってるだけだったらみんなするんですよ。
思ってるだけはみんなするんですよ。ただそれを行動に移してる人がいないんですよね。で、今日の放送のまとめで申し上げますけども、これ動画もつけますけどもね、思っていただけからやってみたに対して、大分市の方で、市区町村のね、ホームページを作ってみたと。作ってみたら反響があったと。反響があって、思わぬ自分の姿が見えてきたみたいなね。こんなことなんですよ。本当にちょっとの一歩、思ってただけをちょっとやってみることで、全く世界が変わってきて、自分が進む方向とかね、求められる人がどんどん変わっていくっていう、人生が変わる経験をすると思います。まあですんで、皆様も、例えばね、速稼塾のこのライブ放送を見ていただいている方、Facebook でね、ぜひライブやってみてください。それでもいいんですよ。それで1年間やってる人がいますからね。1年間、昨日365日目を迎えました。すごく楽しくて勉強になりますということでいただいたりとか、この少しずつの変化っていうのが、1年経つとね、大きな変化になっていることに気づくと思います。思っていただけでは我々は超能力者じゃないですから、思っていただけでは何も変わりません。でも、思っているってことは大事なんですよ。思考は大事なんですよ。精神力とかね、思っていることは大事です。でも思っていることが本当にね、大事だったらそれを少しずつ行動に移すことによって、何を思っているかってことが他の人がね、社会が認識するわけですよ。それによって、いろんなものが動き始めて、結果的に、自分自身の人生が動き始める、変化するってことなんですよ。思ってるだけでは、はっきり言って変化はありません。行動することによって、周りの人が変化して、その変化に乗っけられて、おみこしに上げられるようにして、自分が最後に変化するっていう、この連続なんですよね。まあそういったことで、皆様も、思っているからやってみたい、いろいろとね、行動を移していただきたいかなと思います。では、本日は、以上でございます。失礼します。